線を確認。全部想定済みだから。倒した。タレット展開。ここだよ。キャリアだよ。B でキャリアダウン。リロード。最後の一人だ。あなたの目を私たちに。節約するね。節約するね。フィールドテストを始めるよ。B でキャリアダウン。行くぞ。準備は
は整った。Aに行く。節約するね。節約します。ここから勝利を。グレネード配置。残り1名。狩りの時間よ。ボットを回収。敵のオーメンは悪夢のよう。でも私は闇など恐れないわ。アルティメット準備完了。配置。グレネード配置。タリー展開。タレットがやられた。ここだよ。ボットを戻すよ。教えてやる。お
お化けなんかに負けないよ。逃げても無駄。A でキャリアダウン。最後の一人だ。ヘッドショット。残り1名。あと10秒。ダッチ。ラボだけが仕事場じゃないんでね。さあ、この調子で巻き返すよ。お金あるよ。何かいる？誰か買ってもらえますか？リロード。ありがとう。どうも。進め。セントリー設置。ボットを戻すよ。アラームボット展開。グレネード配置。グレネード配置。セントリー設置。お遊びはここまでだ。カウントダウン。ボットを回収。アダムボットダウン。あ、グレネード展開。敵残り1名。クラッチ。大丈夫、私がついています。B に行く。リロード。偵察は素早くね。ここを回収。誰展開。確定する。B に敵だ。あ。ボットを戻すよ。ここだよ。
でも呼んでください。節約するね。節約します。さあ未知の世界へ。アラルボット展開。ボットを回収。チャージ切れ。マイクをセチャージ切れ。アラームボット配置。バリアよ。セントリー設置。ここだよ。ライバル一人だ。弓のように張り詰めた緊張感、それが勝利を引き寄せる。了解。了解。アラームボット配置。グレネード配置。スパイクグレネード配置。キャリアが倒された。 B でキャリアダウン。タレット展開。ボットを戻すよ。ボットを戻すよ。最後の一人だ。あと30秒。私は医者じゃないけど、撃たれた傷くらいなら治せる。怪我したら教えて。逃げても無駄。最後の一人だ。
半最終ラウンド。必要なものは全て買うんだ。アルティメット準備完了。リロード。やるべきことは分かってるな。煙幕展開。キャリアがやられた。中央でキャリアダウン。中央でキャリアダウン。チームエース。攻守を交代。ごめんね。B に行く。セントリー設置。グレネード配置。スポットを回収。セントリー設置。バイクを設置。一人減った。最後の一人だ。じゃないよ。節約するね。節約します。ここだよ。ここだよ。ここだよ。え？見えないでしょ。あと30秒。残り1名。最後の1人だ。チームビーコンの範囲内にいる。そうすりゃ勝てる。
展開。グレネード配置。バイクを設置。ボットを回収。マッチポイント。敵は近い。気をつけろ。アラームボット配置。グレネード配置。グレネード配置。行くぞ。狩りの時間よ。発見。ボットを回収。ボットを戻すよ。何？
対戦を確認。デスマッチ。大丈夫だよ、チャリー。心配ない。
対戦を確認。デスマッチ。嫌いだ。とっとと行こうぜ。ファイト。楽しもうぜ。引退しな。
対戦を確認。デスマッチ。まず俺が仕掛ける。今日はお膳立てしてやるよ。ファイト！ビビらせてやる。
どうも。私は出てないっすよ。残り5キル。出れないっすよ。ないです。これそういう大会じゃない。それはバロラントチャンピオンシリーズだけですし、そもそもポーチ枠はまだ導入されてないんで、大会ではゲーム内にありますけど。ちなみにこのさっきの試合見てました？ 20 体のゆきしろさんが勝った試合。1戦目あれっすよ、22対21かなんか。22対20か。え？オーバータイムでずっと続いたって感じです。1回戦。え？ゆきしろさんの試合っす。ゆきしろさんのチームです。はい。相手は別に無名です。てか、どっちも無名です。VLT なんで、VLT に有名チームは出てないですよ。1チームも。いや、単純にゴールドからダイヤマンでなんで、プロなんていないっすよ。まあ、どっちにせよ、基本的に、プロな時点でイモタル一人くらいは大体いるんで、出れないです。おめでとうございます。倒せれば何でもいいです。ゲームラボのストレーフのやつやってます？弾を追い続けるだけのやつ。あれやった方がいいっすよ。あれやるのがいいっすよ。このゲームタップ打ちが得意って人大体トレースが苦手なんで。てかどのゲームでもタップ打ちとかなんかそういう単発打ちが得意って人はトレースが苦手です。あとタップ打ちが刺さる場面って基本的に自分が敵より有利な場面しかないんで。狙えるときというより自分が相手の位置に気づいていて相手が自分の位置に気づいていないときが一番輝くんですよ。少なくとも自分が相手の位置に気づいてない不意打ちを食らった場面では絶対にタップ打ち有効打にはならないんで。1回ミスったらそれだけでほぼフリーというか1ダメージも与えられないじゃないですか。逆に連射して例えば胴体2発当たったら80ダメージなんですよ。バンダルそれだけでも味方にはすごい大きなアドバンテージを与えることになるんで、ショックダーツ1発でも死にますね。80入ってれば
バンダル2発当てれば80ダメージ食らって相手の体力は70になります。ファントムだったら2発で何ダメージだったかな、3072かな、3636で、まあ平均的な距離ですよ。リコイルですよ。いや、リコイルパターン8発目まではランダムじゃないんで。あと高さは基本的にランダムにならないんで、同じ高さに前段手段させるっていう練習は多分プロ全員してると思うんで、僕の中よくヘッドショット抜くのはそれです。僕の中ヘッドショットよく当たるのは、あれはヘッドラインずっと打ってるだけです。実際ほとんどの大会でやっぱりファントムが強い例もそれですし、ファントムの方が多いですよ。違います。まあそもそもヘッドショット一発が強いっていうのがバンダルの強みなんで、胴体で削って有利にさせるっていうところができますし、あと30発なんで5発の差は全然違いますし、氷の壁とかすごい差がつきますよ。あと単純にファントムの方がストッピングが雑でもまっすぐ飛ぶんですよ。まあ落ちたとしても基本的にファントムの方がチームでやるんだったら強いです。差が出るのは1試合のうち1キル2キルの話ですけど、その1キル2キルがすごいでかいんで、バンダルは確か最初の7発かななんですけど、ファントムは最初の9発10発までランダムじゃないんで、動画ですか？ 2 チームで言ってますよ。